バーペンフォン・ハンブルクは1722年に浸水したハンブルクの護衛艦である。同艦はハンブルク提督府と商業委員会から発注され、護送船団を海外におけるハンブルクの貿易相手国まで護衛し、私略船や海賊船の襲撃から守る任を帯びた。1721年頃のハンブルクとエルベ加工。17世紀の北極海の捕鯨活動。 この奴隷の像は、奴隷となった、ハンブルクの船員の命運に思いを致させ、市民からの募金を喚起するためのものであった。ハンブルクは16世紀、ハンザ同盟の権威が失墜すると、経済的な重要性を増大させていった。移住とそれに関連した公益相手の獲得により、帝国自由都市ハンブルクは17世紀中盤以降、ロンドンやアムステルダムと並び、 現在で言えば世界都市に被験する最重要の交易中心都市へと発展し、その交易関係はグリーンランドから地中海や白海にまで及んだのである。その際、非常に大切な気候地はイベリア半島、イングランド、ネーデルラント、北極海やアルハンゲリスクにあった。証券の拡大とキリスト教国の、とりわけ地中海における武力を伴う影響権の拡大は、 必然的に対立を生み、最終的にイスラム教徒の海賊による大いに損害をもたらす襲撃をも招いた。これらの試略船はバルバリア諸国から出撃し、鈍重でしばしば無防備に近い20隻から50隻の貿易船によって構成される船団を大いに消耗させていた。小船を大砲で武装しても、その状況は大して変わらなかった。なぜなら、 積み荷に起因する鈍さはそのままだったからである。船は打歩され、積み荷は没収され、乗組員はしばしば奴隷となるか、身の代金が支払われるまで、最悪の環境下で拘束された。捕獲された船長や船員を買い戻すため、船乗りや航海士は、用心のかけらの金庫を設立した。これは、身の代金の支払いにあたって、元となる保険である。 この保険に参加できなかったものをも買い戻せるように、1623年には、選手や乗組員の分担金、国家組織からの補助金及び、低特府の税金から構成される、奴隷解放保険が創設された。しかしこれらの資金も十分ではなかったため、教会にも募金箱が置かれたほか、家庭でも募金活動が組織されている。17世紀中に、 同じく海賊の攻撃によって著しい害を被り、対処に追われた、イングランド、フランスとネーデルラントが1665年から1687年にかけて、懲罰遠征をもって、これらの襲撃に対抗しようと試みた後、試略戦はその作戦範囲を、地中海からジブラルタル、そして、英仏海峡を越えて、エルベ加工まで広げた。こうして、 海賊の活動範囲が広がった結果、回路を通じたハンブルクへの補給は部分的に滞り、時期によっては物資が逼迫に至ることさえあったのである。さらに、キリスト教国間の戦争は、ますます、ハンブルクの経済問題となりつつあった。例えばフランスは、グリーンランドへ向かい捕鯨やアザラシ狩りで得た物資を、加工のためハンブルクへ運ぶ、同志とネーデルラントの船舶を打破するべく、 ダンケルクから出港する私略船の数を増やしていった。ネーデルラント、イングランド、フランス、ノルウェー、デンマークといった当事国のほかハンザとシブレーメンやブランデンブルクプロイセンも公益路の海賊問題に対応する必要から対策として商船団の軍艦による護衛を強化した。ハンブルクの指導層は国際的な商業活動における自らの重要な 地位を可能な限り持続的に確保するよう望み、同じく小船団の保護と、いわゆる護衛艦による船団護衛の組織を決定した。このほか1623年には、特にこれらの艦艇の建造、起草と維持に責任を負うハンブルク帝特府が創設される。1665年、ついに公益路の安全を追求する商人と船乗りの需要を満たし、 総王の支援を組織するために商業委員会が設立された。実際には最初の所管の建造が決まり実行に移されるまでにハンブルク帝特府の創設から40年以上を要している。その主な理由はコンボヤーへの趣旨とその維持をめぐる意見の不一致であった。とりわけ海賊によるハンブルクの商船員の捕獲が続き、それに関連する個々の商人の莫大な 経済的損失の影響を受ける中、最終的に責任を負う。者たちは、以後のこのような襲撃を阻止するべく出資上の、合意形成と献刊の実行を余儀なくされた。17世紀と18世紀、ハンブルクとその住民は、交易に、有害な軍事的紛争から距離を置き、紛争当事者に対して、可能な限り中立を保とうと常に尽力していたため、軍艦という類別は、 明確に寄付された。その代わり公的には攻撃よりも防御に適した監視を指すとする護衛艦や死の護衛艦という分類が用いられている。事実上これらの艦艇は武装を重視して建造されていたため全くもって軍艦と呼び得た。しかし火力において海軍国の軍艦に追随できるものではなかったのである。すなわちこれらの護衛艦は工場的に 戦団護衛の任務を帯びる軍艦であった。そして1669年から1747年まで、ハンブルクの五層戦団を警護し、ハンブルクの交易を保障し、それによって、一大交易都市としてのハンブルクの地位を持続的に確保していたのである。1722年に浸水した三代目、バーペンフォン・ハンブルクはその名を冠した三隻目の護衛艦であり、 32年間で25回の護送に従事した2代目、バーペンフォン・ハンブルクと交代した。ハンブルクの会計家がこれ以上、必要な修理を承認しなかったからである。古い館はまだしのげなみを保っていたが、これらの修理は同時に、喫水の増加を意味するものであった。これは、同時期のエルベ川が次第に浅くなってきていると判明し、特に川の浅瀬であるアルトナサスが、 喫水の深い船にとって危険になっていたため、感受できるものではなかった。ゆえに1719年3月31日、この古い艦の解体が決定された。贅沢な装飾を施された艦備。新しい三代目、バーペンフォンハンブルクの設計は、戦勝、ヤーコプ・メンケと和ゲルト・ゲルト前が行い、最終的にメンケがハンブルクのある造船所で建造した。 メンケは先代までの艦が伝統的に取り入れてきたネーデルラントの造船様式を採用せず代わりにイギリス様式を参考にすると決める。ハンブルク商業委員会は上述のエルベ川の浅瀬を問題なく航行できるようメンケに喫水の浅い艦の建造を命じる。しかし基本的に喫水が深くなるイギリス式の建造様式はこの課題に反した。 メンケはこの状況を無視し、発注者にイギリス様式の利点を納得させ、新しい護衛官に関する自身の構想を実現させたのである。この艦は1722年7月18日に、竣工し、講習に披露された。そして同年9月5日、護送船団委員長のベックホフと、その委員会による研修を受けている。新しい三代目、バーペンフォンハンブルクの 看守並びに、看美の彫像による芸術的な仕上げは彫刻家のヨハン・クリストファー・フォンデア・ハイデに委託された。金をふんだんに使用して装飾された看美正面には、ポセイドーンを主題とし、美しく彫刻された中刀が、数多くの不柱と調和するよう配置されたフリーズが、窓の間に施された。また、看美正面の髪型には、2匹のライオンが押さえる。 ハンブルクの大紋章が配置された。しかしこの紋章は、後に館長である田向けの紋章に置き換えられている。右玄のクォーターギャラリー。ポセイドーンを選手像としてあしらった水切り。看美の全体は一体の足の翼に支えられているように見える。選手像として、フォンデアハイではポセイドーンの胸像を彫った。それには、イルカやホラを吹くトリートーン。 すなわち古代の様式とぐるいを採用した像が付随していた。艦隊は艦尾に向かって細くなっており、2階建ての宮殿のようなバロック様式の艦尾構造が艦隊に押し込まれたような形になっていた。艦尾側面には窓を伴うクォーターギャラリーがあり、船室から艦首が見えるようになっていた。また、艦尾正面の内部には艦長室とその下に主艦室があった。 船室とハンブルクの紋章の上部には三つの大きな電筒が取り付けられており、伝統的な船尾部分の外観を完成させている。三代目バーペンフォン・ハンブルクは、当時としては一般的な大型船向けのマスト三本に横半を備えた艦であった。さらに、水ンマストには重半があった。その他、バウスプリットにはスプリットセールを付けることができた。 または、スプリットの先端には、消灯が備わっており、もう一枚の黄板を取り付けることが可能なジブブームがあった。艦隊の板張りは、現象を含めて平ら張りであった。艦には52門から60門の大砲が搭載されており、大口径砲は、下部の、そしてより軽い砲は、上部の砲艦板や艦上構造物に配置されていた。砲は原則としてネデルランもしくは、 スウェーデンから輸入したものであった。浅くなり続けるエルベ川の推進に対処するべく、当初は、喫水がわずか10フィートになるよう管を設計することになっていた。しかし法の搭載数の多さと、イギリス式の建造様式によって喫水は大幅に増大し、問題となる。右玄から見た艦首。マルティンタム館長の指揮下、三代目、バーペンフォンハンブルクが、現役で、 戦団護衛に従事したのは2年間のみであった。その間に、同艦はイベリア半島へ向けて2回の航海に出ている。この短い使用期間には様々な理由があった。戦勝、免許は喫水にほとんど余裕を持たせなかったと見られ、艦は収益中に何度もエルベ川の底に接触している。構造上の実情と訪問数の多さに関連する重量により、 ガンの喫水は10フィートを大幅に超過し、座礁せずにエルベ川を通過するには、平均を上回る満潮を待つ必要があった。こうして、同艦には、不利な状況下で失われる危険が付きまとったのである。三代目、バーペンフォンハンブルクの艦砲を減らして、送り出すのは一つの選択肢であったが、それは、護衛艦の本来任務と矛盾していた。過大な水に起因する。 極端に制限された艦の任務遂行能力は、免許の戦勝としての能力をめぐる激しい論争につながり、結局後に発注された後継艦4代目バーペンフォンハンブルクの建造が彼に許可されることはなかった。上艦藩の全貌。さらに、イギリスその他の各国が主略戦や、その依頼者に高納金を支払い、商船の無害通行に関して、 合意を形成したという事情が加わる。ハンブルクの船舶がイギリスの護送船団に加わっても必ずしも護衛を受けられず、各個に襲撃された一方、強引に守られた船の一部は見逃された。ハンブルクはこのような協定を提示することができなかったので、以後は多くの交易品がハンブルクの護送船団の代わりに傾行していた面上のおかげで後半に死役船の 攻撃を免れていたイギリスその他の船舶で運ばれるようになる。こうして商品がハンブルクの船で運ばれることはほぼなくなり、護衛するべき船団もなくなったので、護衛の需要も必然的に消滅した。各して三代目、バーペンフォン・ハンブルクは1724年からハンブルク港に係留され、新たな護衛命令を待つことになる。しかし、 そのような命令が発せられることは当分なかった上、塩分に乏しいエルベ川の水が遅かれ早かれ、艦隊を損なうことが見込まれたため、ハンブルク帝督府は同艦をできるだけ高額で売却する決定を下す。スペインが関心を示し、最終的に開港が決まった。しかし、ネーデルラント沿岸で激しい嵐に遭い、大いに損傷し、修理のため改めてハンブルクへ入港する。 三代目、バーペンフォン・ハンブルクを描いた、ドイツの切手。ここで10万クーラントマルクで売却することになるが、この価格では、改定が見つからなかった。さらに、帝都府と市議会の間で議論が発生し、売却は代官が利用できるようになるまで延期される、ことになった。こうして三代目、バーペンフォン・ハンブルクは、ヨハニスフ当で浮き放題として使われた。 収益から15年後の1737年、ようやく議論してきた両陣営は、新しい護衛艦の調達を決定し、ハンブルクのある共同事業体に対して三代目、バーペンフォンハンブルクの売却が可能となる。それは、高額な修理を繰り返した末、目標額をはるかに下回る価格でのことであった。売却後、同艦は武装商船へと改造され、 1757年までは活動が証明できる。1669年から1747年にかけて護衛任務が行われなくなるまでハンブルク氏のために活動し、バーペンフォンハンブルクの名を冠した護衛艦は全部で4隻存在する。ハンブルク国際海事博物館のこの模型は、ハンブルク歴史博物館の古い模型をもとに制作された。 一次資料や二次資料では、ハンブルクの護衛艦は二層の砲艦パンを備える、比較的大型の二層艦であった場合でも、フリゲートと呼ばれることがある。しかしそれらは18世紀中盤以降に導入された砲艦パンを一つしか持たないより、軽量の非常に高揚能力に優れた新時代のフリゲートではない。17世紀と18世紀前半、 フリゲートという故障は多様な艦種に対して使用されており、非常に小型の一層艦から比較的大型の二層艦を含む多くの艦船がそう呼ばれる場合があったのである。一部の資料、文献や現代の艦用において、初代バーペン・フォン・ハンブルクと表記される。しかし、同時代のいくつかの資料では、ワーペン・フォン・ハンバーグとも呼ばれている。したがって、 歴史的に正しい表記は、項目名の通り、ワペンであり、これは、後継の書簡にも当てはまる。商業委員会が設立される、直前の1662年6月、ポルトガルへ向かうハンブルクの武装商船8隻が、バルバリア海賊のガレー船わずか2隻に露革された。この主役行為は結局、ハンブルクの商業界に150万クーラントマルクの、 経済的損失をもたらしている。市議会はその所感の中で、これらの官邸を売りに触れて、オルロークシフ、すなわち軍艦と呼称している。これに対し、ハンブルク提督府も商業界も、対外的には、それらが商品の防衛に寄与するものであり、ハンブルクの戦争行為のために発注されたものではないと断言している。ハンブルクの沖合で船が停泊し、 新しい護送任務に向けて待機しているとき、それらの大砲の一部は、船団武器庫に収められ、必要に応じて、私壁の防衛に用いられた。しかしハンブルクが、護送船団を編成した時代の末期には、すべての艦船を、港側の防衛、確保のために浮き放題や警備船として用いられるよう、これらの大砲は船に残されている。ハンブルク歴史博物館のある看板では、 戦勝の名をヤーコップ面権としており、その可能性もあったように思われる。しかし本校においては、多くの文献に挙げられている、この表記を引き続き用いる。スウェーデンの大砲は品質に優れ、インフラも良好だったので、当時のハンブルク邸特府は長い搬送経路を管理する用意があった。スウェーデンの大砲は、当初、品質に問題があったもののネーデルラントの技術が、 導入されてからは成功を収め、1639年以降のスウェーデンはヨーロッパでも一流の武器製造国にまで成長した。1668年には輸出を通じて1346門の大砲がスウェーデンの製造業者から出荷されている。ムンドフェルド、ビアーライン、クリンガンブラン、P170 及びシパラ、P61 と受けを参照。 当時のハンブルクにおいては、船長の職位は購入するのが一般的であった。応募者は船長職に就くため、多数の賛同者と並んで、少なからぬ資金を用意しなくてはならなかった。護衛官の艦長は150ウターラーの月給を受け取っていたので、この就職活動における出費を取り戻すには一定の期間がかかる。艦長の選任は、護送船団委員会が行う。 護衛艦の艦長は、生涯にわたって、固定の放給と年金を受け取った。しかし、これらのいわゆる、トルコ人通行証は、必ずしも無事を保証するものではなかった。この書類を受けて商船は自由通行権を得たが、一部の主略船は、この合意を守らずに船舶を打破したり、追加の高納金を要求したりした。その結果、 1665年から1687年にかけてイングランド、ネーデルラントとフランスが合意の遵守を強いるべく懲罰遠征を遂行している。ある文献によると1796年、インドから茶を摘んで戻る途中、オマーンのドファール沿岸で座礁したとされる。他の文献にはそのような記述はない。ありがとうございます。